ベーラ湖はスリランカのコロンボ中心部にある湖。およそ100年前には面積が1.65平方キロメートルあったが、現在は0.65平方キロメートルまで縮んでいる。ポルトガル領時代から様々な用途で利用されてきた。名前の由来は不明確であるが、少なくとも1927年には地図上でベーラ湖が確認できる。それ以前はコロンボ湖、 または単に、湖と呼ばれていた。一説には、当事故の工事を担当していた、ポルトガル人技師の名前が、ベーラだったからと言われている。また、デベールという、オランダ人技師の名前が由来だとする説もある。デベール説は、デベール1700と書かれた名板が、湖の底から見つかったことから、指示されている。他の説では、湖畔を指すポルトガル語から来ているのではないかというものがある。 ベーラ湖は地元の君主からコロンボを守るためにポルトガル人によって建設された。1518年までにポルトガルはコロンボを支配、したが凍って王国と新原軍による脅威の高まりにより現代兵器以外の解決策を探すようになった。そのようなアイデアのうちの一つが、鳥の周りに巨大な堀を作ることであった。堀の建設は西側以外の鳥の周囲を囲む、 湿地帯を掘削することから始まった。しかし、その掘りの大きさに対して湿地帯の水量では不十分であったため、作業は難航した。しかし、ポルトガル人探検家のロポデブリ島が凍って王国軍を追跡している途中、デマタゴダ山とセントバスチアン山の間に川が流れているのを発見した。その後、この川と掘りの間に運河を掘削し、川の水を引いて、 ベーラ湖が完成した。この湖は当初、北側と西側の2カ所で海とつながっており、コロンボトリデを本土から完全に分離していた。そして、トリデへの交通手段は船のみであった。当初の面積は1.61平方キロメートルであった。1578年には、シーター和歌王国の国王が、水の供給を止めて干上がらせようとしたが失敗した。 その息子も1587年に複数の運河をせき止めて、ベーラを平がらせようとしたが、ポルトガル軍を破ることはできなかった。その後オランダがこの地を占領し、砦の大きさを3分の1にして、スレイブアイランドなどのココナッツ用地を準備した。その後イギリスが占領した際には湖に生息していたワニを駆除し、ボートやヨットを置いて、レジャー施設に変更した。また、 イギリス軍がワーテルローの戦いに勝利した際には、それを記念して、湖畔で舞踏会が開かれた。1810年には、ペラデニア植物園に植えるための種子を育てる農園が、スレイブアイランドに建設された。19世紀までに、湖の埋め立てが進んだ結果、面積の減少と水質の悪化が生じた。ベーラ湖の運河湖内の埋め立てが進んだ結果、現在では、 複数の湖に分かれている。ベーラ湖には、ケラニ川を通じて、北東のセントバスチアン運河から東湖に流入し、北側の水門を通って、東湖からインド洋に流出する。東湖と他の湖は、運河でつながっている。ベーラ湖畔に立つガンガラアマ寺院南西湖にかかる、歩道橋湖畔に立ち並ぶ、倉庫群は、運河を通じて、 コロンボ港へと紅茶が運び込まれた頃の王子を忍ばせるが、現在はその多くが放棄されている。長さが1マイルあったため、この湖でコロンボボートクラブが140年にわたって活動している。また、スリランカコンベンションセンターが近くにあり、その他にも銀行や新聞社などが周囲に立地している。水質汚染によって水面は緑がかっており、 悪臭が問題となっている。ABCDEF リップルスオンザウォーターエイヒストリーオブザベーラレイクエクスポランカ LK 2017年1月31日閲覧 ABCDEF カルラチャッチーサマンスリアパブリケーションズピアニッシモ113115117118120 122ISBN9558892335 ベイラコとはコトバンク2020年12月5日閲覧ありがとうございます